さあやっていこうか。バイオ LE ということでね、今回はね、いよいよね G3 でございますね。まあちょっとした修羅場にはなると思うんですけど、まあまあ大したね、ことも起こらずぶちのめすことができるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、燃やして溶かしてで穴をたくさん開けようというね、もう穴という穴にね、もう弾をどん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 仕込んでいこうというところですね。さあ早速降りてきましたね。じゅく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 してらっしゃいますが、まあそんなことは気にせずに、ね、しつこいわね、ほんとしつこいのよ。そうなのよ。であなたもしつこいのよ結構。もう終わらせるわ、頑張って、うん、諦めないで、溶けないで。そう、でもこいつすごいよな。体がこんだけさ、じゅくじゅくになって溶けてってるにもかかわらず、なんかこうズボンは破れないっていうね、あの大事なところはちゃんと包み隠しておきましょうってね。今包み隠さずって言うんで、そうなったらもうあのポロンって出ちゃうっちゅうねんな。これでもさ、そのだって所長に対してはさ、腕から生えたさやつで、なんだっけ、チュル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 ってさ、 She's my life、そうそうそう、あの腕からチョロ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 ってね、妖体をこう入れてたけど、なんだろうな、シェリーにはどうやって埋め込んだんだろうね。まさか肉棒をかきたててね。でそれをさ、あの娘にはやったけど、こうね、奥さんにはやらなかったっていうことはさ、もう奥さん愛されてないっていう話だよね、あの本能的に。もうかわいそうとしか言いようがないよね。あの右手に持ってる信号弾が、なんかね、個人的にはそのジュラシックパーク3に出てきたアラン・グラントがスピノサウルスに向かって撃ったある信号弾じゃないのかな、うん、の雰囲気見てるよね。まあ、中身がね違うから、ギョロリギョロリ。これ良かったよね、掴まれてね。本当刺されてたら一瞬でお亡くなりでしたからね。でも結構太めだからさ、あれ刺さるのかな。まあでもあのスピードでブーンドーンいてあーってなったら、それはまあ別に刺さるっちゃ刺さるか、うん。あ、やべ、イヤホンいじってたらイヤホンのカバー破れた。やばいやばい。さてじゃあこれもう一発なんかあるで、おー、怪力。怪力のさ、なんか股間のところにあるそのズボン履いてるのチャンピオンベルトあるじゃないですか。あれズボン履いてるわけじゃなくて、あれなんか模様らしいね。ポケモンって基本全部裸だから、裸でなんかズボン履いてるように怪力の場合一見見えるけど、あれはそのいわゆるなんだろうな、犬でいうところの毛皮みたいな、なんかそんな感じらしいんだよね。ってことは、あのよくよく見てたら、多分オスとかだったら、あれなんかブラブラしてないみたいなのが見えるかもしれないっていうね、うん、あとなんかそポケモンとかでさ、なんかすごい修羅場のシーンで何の話してんだって話なんだけど、なんかポケモンとかでもさ、サトシってさ冷静に考えるさ、10歳じゃないですかね、10歳がさ 58.5 キロくらいあるのかな、 57.5 の、まあ、とりあえず60キロ、いって、あっちょ、威力85、え、じゃあ命中率85かで、威力75くらいの、やばいやばいやばい、まあちょっとこっちにはなたくさんのマシンガンがあるんでね、もう遠慮なくぶちのめしていくけど、さあそろそろなんかあれかな、燃やしといた方がいいかな。おいでーん、背中背中背中、オッケー。じゃああらわになってきたところで、マグナムマグナム、あ、ちょっと待って、ひるむ時間短くない？お怒りでございますね。そうですか、お怒りでございますね。ちょっと待って待って待って、すごいお怒りですね。どう、じゃあこれちょっと燃やして、あ、ちょっと待って待って、そんな持ち上げなんて、そんな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 、やばいやばいやばい。おい、足元にいたら問題ないと。背中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 、ちょっと待って、腕、あ、ちょっとピョン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 飛ばない、カエルか貴様は。なんか荒れてる荒れてる、だだだ、ルルルルルルル、素早いね素早いね、さすがですね、さすが G3 ですね、うん、ゴキブリ大三系だ、あ、飛ぶカエル、ピョコピョコピョコポコ、言えてないポコポコ、合わせてポコポコ、ほい、これで燃えたら全然あれだね、叩きつけるだね。 そろそろやっぱこれ直接目玉ぶちのめしといた方がいいのか。ドーンドーンドンチッチドーン、ドンチッチよりドンキーコングの方が認知度高いか。うい、オッケー。で目玉が出ている間に、もうでもこっから来たら燃やして、でもう視力のつく限りも燃やして、こう燃えてるけど、ほいドン、あれってまだだな、意外としぶといな、残念、あ、ちょっと
結構近かったザンスね。よし、オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って。ああ、やばいやばい、早い早い早い。急に張り切るんだからさ、そんなそんな。やっぱあれだね、ロングマガジンちゃんと回収してからここ来るべきだったかもしれない。あっちっち燃えて、なんかもう筋肉繊維がむき出しの目玉ボーンみたいな。目玉ポーン。わかる人にはわかる。Welcome to USJ。さあ、対象無力化することがに成功しましたね。早いな、認知するのが。まあ、とりあえず、まあ、もう使うことはないだろうけど、ね、とりあえず、よしよし。と、ご連絡いただきましたので、OK。まあ、いるアイテムといらないアイテムがありますからね。じゃあこのまま、あ、焦げてる。あ、ちゃんとあれだ、当たる判定あるな。オッケーオッケー、よし。でこれは、あ、まあ一応取っとか。でもね、閃光弾って意外と使わないんだよな。で、お母様はね、シェリーの元にね、ないないしてますんで、さっさと行ってね、行きたいと思います。それでも戻らないとならない。15分後くらいにね、爆破してチンチンってなっちゃうからね。ここの手術台で行ってんの、わー、めっちゃこじ開けた後ある。あ、そっか。She's my love ってやつで、住んでてるわけだもんな。こっち戻っていって、うん、いい感じ。いやー、長いね、でかいね、早くて安くて安心ね。じゃあ親子の最後の悲しい別れのシーンを見ていっちゃいましょう。シェリー my love so sweet yeah。早いよな、回復するのがな。特効性のありすぎるワクチンだよな。あれワクチンだっけ、抗ウイルス剤だからワクチンとはまた別なのか。いや、抗ウイルス剤のことをワクチンっていうよな。でもワクチンって普通さ、予防接種とかあるじゃん。あれって要は G のちょっと緩いやつやって、その抗体を作るっていう話だけど、もう感染してからワクチンって遅いんじゃねって思うけど、どうなんだろうな。まあ、僕ら辺そこら辺薬学の知識は あるわけじゃないから、ちょっと口から手任せベラ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 喋っているだけなんですけど、うん、シェリーは助かる、ええ、もう大丈夫よって、ウイルスは消えてるザンスって。ウイルスは消えてるわ、今聞いた。じゃあもうこれでね、シェリーは無事なんだけど、シェリーちょっとあれだな、もうちょっとペタがシュッとしてたらもしかしたら可愛く見えたかもしれない。若干のムチッと感があるから、うん、まあでもな、マルガウが好きっていうね、人もいるから。僕もどっちかというと細長い顔よりもマルガウの方が好きかもしれないな。お母さんがこうやってね、視力を尽くしてて、でもさ、やっぱり愛情っていうのはさ、なんかこう、なんか特別な時に渡すもんじゃなくてさ、こうなんか無償でさ、提供し続けることっていうのがすごい大事なんじゃないかなと思うんですよ。それがやっぱできてないと、いくらね、肝心なところでね、与えたところでもうやっぱり子供って察しがいいですかね。本当子供って察しがいいからね、こうこっちがちょっとイライラしてる時って子供よく泣くんですよ、うん、それはお嫁がイライラしても僕がイライラしても子供よく泣くし、逆に僕らが機嫌がいい時なんかはこう目と目があったらね、ちょっと距離があったところでもヒヒーって言ってニクーって笑ったりとかするからね、子供ってやっぱね感鋭いんですよね、大人と違って。大人ってなんかもやっぱ自分のその経験値とかさ、なんか知見とかからさ、今相手ってこう考えてるだろうっていうね、おおよその的外れなことって結構あったりするんだけど、うん、はい、でこれでピクピクってね、どこいる、あれだよね、自分じゃ実験してないでね、本当にこう研究を続けてきただけの人っていう感じなんで、ね、だから人体実験を自分でやらなかったから、この奥さんに関してはね、あれな、名前何だったっけ、アンネーって、アンネットに関してはね、
感染することもなく変異することもなくだったんだけどね。チュッって、まあ、まだ人肌あったかいと思いますね。はい、じゃあ急がないと、あの10分経っちゃうよ。クレアがいてくれてよかった。その話は後でしましょう。すごいな、クレアって確か169センチあるんだったっけ。それでかいよな、169センチだよ。他にもでかいところあるけどね。じゃあマスターチップ手に入れたんで合体ナンバー4。歩けそう。違う違う違う、危ない。せかしたくはない。よし、行かなきゃ。じゃあこのまま地下行きまして、脱出に向かっていこうと思います。ほんじゃもうピーピーブーン。さあ急ぎましょう。はい、早く入ってた。お腹痛いの？まだ痛いの？お父さんに何されたの？植え付けられちゃったの？種植え付けられちゃったの？さーて、まあちょっと次回がね、あのボス2連戦というところになるんで、まあ確かこのあとすぐ先にセーブポイントがあったと思うから、この地下降りたらね、なのでそこでセーブをしまして、でそのまま終わりにしたいと思います。で、一個疑問なのがさ、まあ、おっぱいちょっと眺めながらね、皆さんあのちょっと巨乳の谷間をちょっと見てもらいながら聞いてもらえたらと思うんですけどさ、ここまあナンバー4とかマスターチップでさ、その、ね、ウィリアムとかアネットとかしか行けないような場所なわけじゃないですか。でその先でなんでイビー生えてんのっていう話だよね。どんだけ汚染されてんだって思うんだよね。どこで実験してんのよって。こういうモニタールームとかっていうのが、そのいわゆる超重要機密関係者しかいないっていうことであればさ、おかしくねって思うのは僕だけじゃないはずなんだけどね。ということで、ここがセーブポイントになりますんで、ちょっとねあのアイテム整理をしまして、で、本パートは終了とさせていただけたらと思います。もうね、あのいらないアイテムをどんどんしまっていこうと思うから、もうでもマシンガンもいらないかな。どうじゃろうね。そうだよね。で、スパークショット、スペックでも埋め尽くす、燃やし尽くして埋め尽くす。回復アイテムも1個持っといた方がいいかな。OK、じゃあこれで、最終パートね、もうボッコボコに G4 をした後にね、ずったずたに G5 をしていきたいと思いますんで、あ、ネタバレしちゃった。まあいいや、まあ、だってもうみんな何回も見てるもんね、バイオなんてね。はい、ということでね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、最後までチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、応援していただけたら嬉しいです。おそらく次回パートラストになります。では、お疲れ様でした。さよなら。バイチャ。